こんな感じです、ね、今ここの雑草たちはハサミでカットするだけで、買ってはこれで集めて畑のとこだけ草を取ってます。中玉トマトさんがやっと赤くなってきました。ああマイクロさんが赤くなってます。ピーマンも数珠なりのようになっておりますが、まだ小さいですね。数珠なりですね。数珠のようになっております。あ、オクラさんが重たくて倒れてしまった。オクラさんが倒れてしまった。おう、ちょっと立ててやらないかね。あと薄皮トマト、薄皮トマトが楽しみ。早く赤くなーれ。くっそ。そしてキュウリがめっちゃ、もうキュウリすぐでかくなる、すぐ大きくなる。昨日こんなのなかったんだよ。でももうこんな大きくなる、すぐ大きくなる。トマト今1個ある。本当だ、トマト、ミニトマトさんも、あそこです。うん、そこです。めちゃくちゃ赤くなってきます。あ、取れてる。それね、昨日ね、虫さんに食べられてたからママが落としといたの。かわいいね、ブドウみたいになってるよ。いっぱいなってます。また収穫しないとね。オクラを収穫しないと今日は。やばいやばい。オクラを収穫しますね。オクラを今日は収穫します。そして倒れてしまっているので起こしてやらないと。昨日は立ってたのに、ちゃんとママ、ここ、オクラが重かったんだね。よし、ナスも次から次ともう取って食べてます。よしよし、はい、行こう行こう、蚊に刺される。よし、よし、学校行こう。たーちゃんの朝顔が咲いてます。かわいく咲いてます。かわいい。じゃあ学校行くよ。走ろう、食べよう、太陽。